開です。三半線ロープはブンブン、靴は準備、殴るは蹴るは、かますは踏むは、投げるは当たるは、何でもありのカーボーイ。まあ、このところその三半線といいますと、今度は次の次のシリーズ世界最強タッグ決定リーグ戦もあります。桃田さん、はい、今度はタッグ戦線ということにもやはり話は及ぶと思うんですが。そうですね、まあ、僕はあの誰と組むかっていうのはまだ聞いてないですけれども。そうですね、はい。まあ、彼自身もやっぱり常にその優勝に向けて誰と組まなきゃいけないかと、またあの新しいパートナーを探すのか、はい、常にまあ考えているとは思いますけど ね、 そ、 うですね、そして現在この試合でもタッグを組んでいるボビー・ダンカン・ジュニア、はい、今のところこのシリーズでもタッグを組むことが多くなっています。そうですね、だからあのダンカン・ジュニアにかなり要するにその自分のスタイルっていうのを教えてる部分はありますよね、要するにもう出だしから今日も2人でもうあの攻撃してきましたよね、はい、ゴングの前から突っかかっていきました、そういうところを要するにもう行くときはもうガンガン行くんだっていうのを教えてるような雰囲気はありますよね、はい。この先世界最強タッグ決定リーグ戦へ向けてこの三半線のタッグパートナーも注目になります。回転エビ固めを 見せましたジ・イーグルですが、これは難なく三半線が返しています。ジ・イーグルを上から押さえつけている三半線、この下になっているジ・イーグルは92年の世界最強タッグ決定リーグ戦でパトリオットに伴われまして初来日でした。この赤コーナーのパトリオット、今回で16回目の来日となるのがジ・イーグルです。サードロープに逃れますジ・イーグル、そしてボビー・ダンカン・ジュニアに預けます。このボビー・ダンカン・ジュニアとサンハンセン両者ともにブーツにはテキサスというロゴがあしらわれております。そして同じく黒のショートタイツ、肘にもサポーターをしています。リングに向かうときにはカーボーイハットにベスト、このあたり2人ともコスチュームも非常に似通っています。ボビー・ダンカン・ジュニアとスタン・ハンセン、現在スタン・ハンセンの正パートナーが確定していない状況で、このボビー・ダンカン・ジュニア毎日の戦いがスタン・ハンセンに試されていると言っても過言ではありません。テキサス州出身です。ダンカン・ジュニアからハンセンへ、ハンセンが出てきました。ニュートラルコーナーにイーグルを、さあ突進かわしているイーグル、エルボードロップもかわした。さあこの辺りはイーグル、うまく相手を見ています。そしてパトリオットにスイッチ、パトリオットとハンセンだ、大男の戦いだ、大男の対決だ。足がミストになります。あ、負けていない、負けていない。今度は足が出た、バックを取った、フルネルソンバストアだ。ボビー・ダンカン・ジュニアにも体当たり、ダンカン・ジュニアが場外へ突き落とされます。さあパトリオット、ここはハンセンを押していくところです。おーっと、フライングショルダー、カウントはカウントは2です。人差し指を天に向けて突き刺しました。パトリオット、ボビー・ダンカン・ジュニアを足蹴にしました。しかし下からハンセンが迎撃いたします。デッドリードライブ、ようやく状態を起こしましたパトリオット。そしてボビー・ダンカン・ジュニアへ、2人のコンビネーション、この辺りはどうでしょう。ダブルのショルダーです。ロープに飛んでギロチンはかわされました。しかしすぐさままだ立ちます。ボビー・ダンカン・ジュニアパワースラム、パトリオット、カウントは2です。このパトリオット、先日8月の30日豊橋でエースと組んで世界タッグに初めて挑戦をいたしました。チャンピオンチームに敗れはしましたが、桃田さん、はい、おっとパワーボムだ、おカウント3、いやカウント3、見事ですね、あっけに取られました。